はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第183回でございます。今回テーマが3月そして受験後の過ごし方について話していきます。3月の一発目なんでね、3月の過ごし方について話そうと思ってたんですが、受験を終わったね、みんなから受験後どうしたらいいかわからないと、こんなにダラダラしてていいんだろうかみたいなね、相談を受けているので、受験後の過ごし方も話していきます。ただ下に書いてある、4月からのスケジュールはね、最後に話すんですけど、重要3月のイベントについて、これイベント申し込んでない方はね、全然興味ないと思うんですけど、すごく大事なことなので先に話します。で、話してそこだけでも、3月のイベント申し込んだ方はそこだけもしよかったら、ね、最低でも聞いてもらえると嬉しいんで、よろしくお願いいたします。じゃ先に話しますね。イベント応募されてない方、本当申し訳ないんですけど、実はですね、当選された方もうメール送ってやり取りをしてて、今スケジュールを決めてるとこなんですけど、お一方、まだ連絡取れない方がいらっしゃいます。こちらから何回かメールを送ってるんですが、おそらく携帯のアドレスだったので、パソコンからのメール受信を拒否の設定になんかね、自動でなってることも多いらしいんですね。なので多分それになってるかと思います。で、自分は Yahoo アドレスと Gmail のアドレスしか使えないんですよ。持ってないので、両方パソコン扱いなんですよね。で、両方から送ってるんですが、今のところリアクションがありません。で、詳しいことを言っちゃうとあれなんですが、四国にお住まいの中学3年生の方です。いいですか？四国にお住まいの中学3年生の方。で、四国、ちょっと全部は調べてないんですけど、結構ね、まだ受験が終わってないところも、あるらしいんですよ。で、なので受験前だからパソコンのそのね、メール見れないとか、そういうこともあり得るので、3月の10日までお待ちします。実は自分がその連絡取れてないところ、方のところは10日はもう終わってるので、受験が。で、3月10日までお待ちしますので、自分かなって思う方、これ、なんだ、四国にお住まいの3年生の方って5人いるんですけど、今回申し込んでいただいた方。自分かなと思う方は、パソコンからのメール受信を拒否を解除していただいた状態で、もう一度自分のところにメールを送っていただいてもよろしいでしょうか。送っていただいてね、すいません、違う方なんですっていう可能性もすごくあるんですけど、入れ違いで、例えばね、終わった後、キャンセルでダメ、連絡取れないからいいのかなと思って、違う方選んだら、ちょっと私大丈夫だったんですけど、みたいな、なってしまうと大変申し訳ないので、10日までお待ちします。で、11日になった瞬間に、キャンセルということで、違う方を当選で選ばせていただこうと思っております。多分四国に行く分を、時間をカットするとですね、他のところに2カ所ぐらい多分行けるようになると思う、計算上行けるので、その後に、当選者の方は追加でね、ちょっと選ばせていただく形になるかもしれないんですけども、申し訳ないんですが、自分かなって思う方は、メールの、パソコンからのメール受信をできる状態にしていただいて、一度メールを送っていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、じゃあ本編に戻りましょう。じゃあまず、相談多かったから受験後の過ごし方からいきます。で、まず、受験ね、さっきも言ったように終わってない方もまだいらっしゃると思うんですが、終わった方はひとまずお疲れ様でした。おそらく合格発表待ちの方も多いかもしれないんですけど、でも、あれだね、コメント欄とか、ツイッターとかメールとかで受かりましたとか、メールとかだとね、こう、受かった通知のやつを、送ってくれるんですよ、社名で。すごい嬉しい、本当に。合格された方、本当におめでとうございます。で、受験が終わった後ですね、やっぱり気が抜けます。これは当然気が抜けます。で、ダラダラするでしょ？で、すごい偉いなって思うのが、その相談をね、送ってくれる方が、もうダラダラしてしまうと気が抜けてね、でもこんなんじゃ高校入ってから困りますよね、どうしましょうみたいな。どうやったらスイッチ入れられますか、何したらいいですかみたいな相談を受けるんですね。で、確かに、俺もね、3月、いつだっけな、11か12ぐらいに発表、13の時に発表があって、7、8ぐらいで終わったんですよ。高校受験確か、6、7か7、8で終わってて。で、だらけてて、3月の末ぐらい、4月になるぐらいに、いや、そろそろやべえんじゃねえかな、俺、みたいな、のは思ったよ、確かに。ああ、焦ってきたけど、こんな初期の段階で、どうしようって思う、そのね、すげえなっていう、本当に偉い、偉いって言い方、なんか安い言い方になっちゃうけど、すごいなと思って。で、これ実際なんですけど、自分がよくやる方法は、休みましょう、ひとまず。だって、すごい駆け抜けてきたんだよ。だって、よく言うけど、受験はマラソンなんですよ。みんな長い距離をずっと走ってきたから、いや、ちょっと休んでいいと思うの。
だらけていいんだって、遊んでいいんだって、ね、卒業いらっしゃーでいいんだって、全然。だけど大事なことはそのまま言ってしまうと俺みたいに焦ります、そのうちどうしようって。で焦れるまま5上げて入学してしまって、そのまま行くとつまずきます。なぜかっていうと、例えばね、まあ、柔軟なら体を柔らかくすること柔軟っていう、柔軟体操っていうんですけど、あのイメージつきにくい、まあ、筋トレとかでもいいんですけど、一回サボってしまう、やらない習慣をつけてしまうと、やる習慣に戻すってものすごい大変なのね。でやっぱりサボってしまうと、勉強もそうなんですけど、抜けてく方が早いです。頭に入れることより抜く方が圧倒的に楽なの。どんどん抜けていくから、勉強する習慣もね、体作りも心作りもそう。なので休むと決めたら、何日間何日までは休もうって決めた方がいいです。でこれはあんま長くない方がいい。うん、長くても1週間ぐらいかなと思う。1週間の休暇ぐらいはいいかなと思いますけど、まあ 4,5 日とかねはもう勉強しなくてもいいやって切り替える。もうね、割り切るの、そこは自分の中で。でそれが終わった、休暇が終わったら、いきなり1日4時間5時間とかはしなくていいんで、それは無理だから、きつい。なのでひとまず最初10分でもいいの、10分でもいいから勉強しよう。例えば自分の動画でもいいです。俺の動画1本やろうみたいな、でも構わないので、少ないペースから毎日やる習慣はつけた方がいい、高校入るまでに。これは全然違う、やっておくと。なぜかっていうと、高校最初はもちろんね、あの勉強いきなりスタートしないんで、最初はなんかゆったり感じるんですけど、いざ始まったら中学とは全然違うペースで始まる、早く進んでいくから。勉強が特に進学校とかだと、科目も増える、速さも速いで、先生フォローしてくんないからね、中学みたいに丁寧にフォローしてくんないから、どんどん先に行かれるから、一回つまずいてしまうともうきついんだよね、取り戻すのがきつくなってしまうので。やっぱりこれは中学も同じですけど、つまずかないことが大事なのね。でそのためにはやっぱり勉強する体を作っておかないといけないので、まあ、10分からでいいんで始めておく。でちょっとずつ増やせばいい。で高校入るときに、まあ、1日30分でも余裕でできるぐらいな、うん、体が作れておけば全然大丈夫だと思う。それで高校通うのにさ、すごい遠い距離行く方もいると思いますね。部活をやって帰り遅くなる、高校の部活は遅くなるからさ、帰りが。そう、勉強を取る時間ね、できる時間が少なくなるかもしんないけど、30分でも体を作っておけば、部活で疲れた、でも30分ならいけるみたいな風になるからね。なのでまず大事なことは、休む期間を決める。この期間を割り切るの、もういいやって、バカンスだぜっつって、いっぱい遊んでください。ハメ外しちゃダメだよ、警察のお世話になっちゃダメだよ、絶対にダメだけど、それは OK。でその後に10分からでいいから、コツコツ毎日やる習慣をつけていくっていうのが大事です。うん、そういう風にやってください。受験後はね、メリハリだから、大事なことは。で、あと受験生じゃない方、3月の過ごし方ですね。まあ基本的にはあまり変わらないんですけど、イメージは。ただ、まあ受験っていうものがないんですけど、テスト、多分最後のテストが終わりますよね、もうね。学期末テストが終わりますので、学年末か、が終わるから、終わった後に、これはバカンスの期間は取らなくていいです。取らない方がいい。で、同じように、1日少ないペースでいいんです。10分とかで構わないので、毎日やるっていう、そのペースだけは崩さない方がいい。これは1年生も2年生も、ね、変わらず。高校生も中学生もそうです。で、そのまま過ごしたらいい。あんまり勉強しなくていいから。ただし、春休みっていうのはやっぱり長い休暇、まあ2週間ぐらいか、の休暇が入るので、そこで、その学年で苦手だったところを復習したらいいなと思います。だから、例えば、今テストが終わってね、まあ1年振り返るじゃないですか。まだまあ一応勉強してると思いますけど、学校でね、前に進んでいくけども、ひとまずこの1年間、例えば中学2年生だったら2年生の勉強が終わるじゃないですか。だからそれをまずこの1年間やった勉強で何が苦手だったかなって、どこを集中して復習しなきゃダメかなっていうのを考えた方がいい。それを考える時間、それを考えるって頭で考えてちゃんと紙に起こすんだよ、紙に書くんだよ。頭で思ったことどんどん抜けちゃうからね。数学の2年生やったら数学の1次関数ちょっとまずかったら、1次関数復習しなきゃまずいなとか。でもし春休みで自分の動画で復習しようと思ってる方だったら、動画の何番は見た方がいいよなみたいなを探すの。この問題集で春休み復習しようと思うんだったら、その問題集の何ページを復習する必要があるなっていうのをメモしていくの。それってメモしたりとか自分の動画探す時間だから勉強はしてないと思うんだけど、
後で勉強することの準備をしている時間だから十分大事な時間なのね。でそういうふうにこの先、まあこの春休みで何をしたらいいのかっていうのをリストアップしていくのが大事です。でもちろんそれを2週間3週間やっちゃダメだよ、時間もったいないから。それを何日かかけてやって、じゃあ今から、じゃあこっからやっていこうみたいな、最初から全部復習しようぜは間に合わないです。ちょっと厳しくなるから、だからできればここをピンポイントやろ、やっていこうみたいな、理科のこの単元って社会の何時代やっていこうみたいな感じで、この先、まあこの春休み、ね、残った3月でもいいですけど、そこでどれを復習するのかっていうのをまずピックアップしましょう。自分のことを振り返るの、この1年間。いいね。それが後の、で、効率のいい勉強の、につながりますので、ぜひやってみてください。はい。では最後ですね、4月からのスケジュールなんですが、この1週間勉強動画ね、ちょっと一本も撮れなくて申し訳なかったです。実はですね、今後のスケジュールなんですが、ひとまず小学生の、取り直しをまずやっていきます。で、まあ、3年生から6年生自分算数取ってるんですけど、自分が取ってた頃と教科書が変わってるんですね、もう。改訂がされていて、で、内容が若干ずれてるので、まあ、それを取り直していくっていうのをまずやりたかったんですが、今週がやりたかったんだけど、この時期ね、教科書が売ってないんですよ、もう。そう。で、問い合わせたら、4月は、その学生、子供たちに配んなきゃいけないんで、4月の末からしか販売できないって言われてて、でもどうしようかも困ってるんですけど、そう、まあ、知り合いでね、小学生のお子さんがいる方、例えば今4年生のお子さんがいたらさ、5年生に上がるじゃないですか。で、4年生の教科書がいらなくなるって方だったら、その方にいただけたらいいんですけど、自分が住んでるところ、自分結婚してこっちに移り住んだんで、知り合いがいないんですよ、周りに。だからね、ちょっともう困ってて、ものすごい。そう、まあ、一応それをやると。で、これはね、まだ先の話なんですけど、高校生の数3ですね。まあ、圧倒的にリクエストが多い数3。で、これは、今年度中には始めます。始めたい。まあ、始めます。よ、始めます、ちゃんと。今年度中ね。ただ、何月とは言えないんで、まだ、はっきりできないんですが、数3始めていこうと思います。ちょっとゆったりペースになると思うんでね、申し訳なくなると、かもしれないんですが、まあ、一応そんな感じで思っております。で、もう一個です。小学生の取り直し、あと数3と、これやろうと思ってるのが、中学生の副教科をできないかなと今思っております。つまり体育とか技術課程とかあの辺ね。で、この辺はね、まだ理想です。だから全然用意できてないから実際できるか微妙なとこなんですよ。まず、みんなが学校で実際に受けてるテストの情報を得なきゃいけない。どういうのがテスト出るのかっていう。そう。まあ、教科書は買うことはまた4月末にできるんで買ってからになるとは思うんですけど、で、なんでかっていうとね、副教科なんてさ、余裕で勉強できるでしょ、みんな別に。できると思うんだよ。ただ、高校受験で通知表っていうのはものすごい大事な比重を占めます。高校受験ではね。で、副教科も入ります。私立は入んないんだけど、あんまり。副教科の欠席って。でも、公立だったら入るんだよ。で、副教科っていうのは、基本的に実技、授業態度と、まあ、実技ね、技術課程だったら作品作りとか、体育だったら実技とか、まあ、美術とかも実技だよね。実は、ものづくりというか、作品作りになりますけど、それプラス、やっぱテストなんだよね。で、テストで取れてるかどうかで、実技が下手でも4ぐらいは取れるんだよ、割かし。でも、テスト前に、やっぱり国数 A、D 社で時間を取られて、副教科勉強できないとか、おろそかになったりとか、あんま時間取りたくないみたいなのあるじゃないですか。だから、もし自分がそこの動画を撮ったら、動画で副教科を勉強することによって、時間を削減できて、国数 A、D 社に勉強時間割けるようになれねえかなと、思ってるんですよね。そう。だから、そのためにも実現したい。けど、まだ壁が厚い、だいぶ。そう。まあ、理想ね、それに関しては。だから、このダラダラジオをアップしてるぐらいに、Twitter で一応募集しようと思うんですけど、みんなテストの問題用紙って捨てないよね、まだね。撮ってると思うんですが、副教科の問題用紙の写メと答えをいただきたいんですよ。ただこれもね、いただいたところで活かしきれるか分かんないんだけど、でも実際どういう問題が出てるのかっていうのを把握したいんだよね。そうで、お願いしてると思います、きっと。うん、だから今回ツイッターの右下に書いてるんだよね。 ひらがな「はい1」の3文字で検索すると自分出てきますんで、そう、まあ、それに送って、それがね、そのツイートしてると思うんでね、送ってもらえたらと思うんですけど、理想ね。だからみんなに送ってもらったのに、あれあいつやってねえぞ副教科みたいな、なるかもしれないんですが、
まあ、今月は準備期間なのでね、まあ、小学生の取り直し、そして、まあ、数三の準備、そして、副教科準備ですね、をやっていこうと思ってますので、よかったら協力お願いします。多分ね、今後ツイッターでね、いろいろ協力お願いすると思うんだよ、みんなに。実際にね、どんな感じみたいなね、あると思うんですが、よかったらね、フォローしてもらって、で、なんか、まあ、俺、勉強用のゲームのさ、ツイートとかも普通にするんで、なんか嫌だなと思ったら外してくれればいいからさ、全然。ブロックしてもらっても構わないんで、まあ、もしよかったらね、フォローの方お願いします。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第183回、3月と受験後の過ごし方についてお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、最初に話しましたが、そのイベントについてね、四国に住んでる中3の方、自分かなと思う方は、ぜひね、申し訳ないんですが、パソコンからのメール受信ができる状態でもう一度送ってもらえたらと思いますので、よろしくお願いいたします。で、次回は、そう、次回ね、あれなんよ、誕生日の翌日、俺、3月12日誕生日なんですけど、翌日なので、うん、普通に話します。特に多分、特別なことしないと思うんですけど、まあ、またやっていきますので。あ、そう、あと、前回から募集してる、卒業記念動画ですね。ありがとうを言いたいやつの応募、まだ16日まで続いておりますので、もしよかったらそっちの方もね、ぜひ応募してみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。